天幕駅は、北海道上川郡上川町あざ天幕、鉄道用地に存在した、北海道旅客鉄道赤北本線の鉄道駅で、ある。2001年7月1日に廃止された。電報略号はテマ。1977年の天幕駅と、周囲約500メートル範囲。右が、円軽方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成地名より由来は諸説ある。もともと同地は現在の上越、中越などとともにアイヌ語で道コエルを表すルペペからルベジベと呼ばれていたが1889年から1893年にかけて中央道路建設にあたって天幕が張られたことから天幕と名付けられたとされ。 駅名の起源ではこの説を取る。この天幕については、測量時に貼られたテントであったという説や、天幕張りの事務所であったという説がある。このほか工術の当地に住んでいた男性のあだ名が、天幕三次郎であったことから、それに由来するとした俗説があり、しばしば人名由来の地名、駅名と紹介される。天幕三次郎中央道路建設と、 同時期の1890年から、同地のルベシベカ藩で、清水三次郎という男が小屋で、狩猟生活をしていた。彼は、天幕、三次郎のあだ名で呼ばれていた。この名がついた経緯については、中央道路測量のテントを張った場所に住み着いた、ことから三次郎が自称したとする説や、三次郎が天幕生活をしていたことからついたなとする説などがある。 三次郎は1897年頃には広い家を建て、同地で施設駅亭の役割を果たしていたが、1903年に同棲していた未亡人の連れ子であったお花という女性と駆け落ちし、六号、野上の駅亭で駅亭夫として働いた。しかし、住民との間にお花との噂話が広まり、一年後の10月に中央道路の郵便駅店が廃止されたのを機に、 瀬戸瀬にある沢でお花と共に、再び療養生活を始めたが、三次郎は翌春までに、熊の害に愛死亡してしまったという。田辺作郎と三次郎三次郎が当地で暮らしていた頃の、1896年8月21日、北海道庁鉄道建設部長として、鉄道敷設調査を行っていた土木技師、田辺北郎らの一行は、 同地で白地を探している途上で、彼の小屋に一泊することとなった。三次郎は彼らの寝食の世話をし、風呂までこしらえるなどの艦隊をしたとされる。このため、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源をはじめとし、田辺による三次郎への感謝の気持ちの現れ、として同地に設置される駅の名称が、 天幕となったと紹介する文献もある。その後、1933年6月に、田辺は、開通4年後の赤北線に乗車し、天幕駅を通過した際、三次郎を思い出し、恩返しをしたいと思い立ち、当時の遠軽駅長に、おそらく亡くなっているであろうが、もし遺族がいたら、これを届けてほしいと公言を託した。その後、駅長は、 オウムで暮らしていたお花のもとへ香電を届け、お花は駅長の計らいで旭川駅に立ち寄った田辺と鉄道電話で三次郎の思い出話を交わしたという。駅跡記念碑駅舎は解体されたが、信号関係の建物は今でも残っている。かつての構内を通る本線の線形は2016年現在でも直されておらず、駅舎側に寄ったそのままの形に残されている。 駅舎があったところには、旭川支社により記念碑が設置された。ありがとうございます。